はい、スイです。今回も、Going メディアやっていきたいと思います。やっとね、通常版っていうかね、まだアーリーアクセスだけれども、通常版にね、エクスペリメンション版の、アップデが OK ということで移行されましたね。これでね、普通にやってる皆さんもね、アップデの恩恵を受けられるんじゃないかなと思います。で、今回そう、もうちょっとね、もうちょっと頑張りたかった。実はね、全員分のタワーシールドを今作っているところで、でそれができてから戦いたかったんですけれども、何回かね、襲撃戦ってみて、全員ね、剣士にして、近接にして、これがね、破られたら、鉄格子の扉が破られたら全員突撃っていうのをやってみたりしたんですけど、何回か。意外と厳しくて、弓をね、二人残すことにしました。道山とね、元春。で、それ以外は全員、剣で、近接で行こうと思っています。で、さらにね、刀をね、新アイテムして導入しようとして、ちょっとね、エラーがいっぱい出ちゃっててうまくいかなかったので、ファルシオンは鋼で作った場合だけ刀になるっていうので、無理やり導入してみました。で、ファルシオンは鋼で作ると、そう、本来はね、片手武器なんですけど、ファルシオンって。両手武器になるみたいな感じで、やりました。最初うまくいかなくてね、片手で装備しちゃって、素手と同じ状況、その、両手武器なのに片手で持つから、なんか素手みたいな感じで、武器として認識されなかったりもしましたが、なんとなくうまくいったかな。と思ったので、ジョブン先生にね、刀っていうかね、鋼のファルシオン、刀仕様を持ってもらってます。なんで、ジョブンさんがここに立って、残りのやつらね、周りをはべってるわけです。すぐに決壊するには300なんで、決壊したら、もう、あとはなるままっていう戦いをしていきたいと思います。で、今回ね、取るつもりなかったんだけど、取ったのはなぜかっていうと、とんでもない戦力できたんで。弓は多いわ、投石5台来るわ、そんなにね、大層なもんじゃないのに、うちの。で、暇してるんで、住人が、ここね、壁で埋め立てたりとかして、まあ、影響度を上げてね、敵の数を増やしてはいたんですけれども、ちょっととんでもないの来ちゃってね。これ、やぶさかではなくないんで、ここでね、投石機で撃たれるのはきついので、まあ、そのボロボロになるんだね、ボロボロになる様をちょっと取ろうかなと思って取りました。ということで、攻められてるので、一応ね、さっき言った通りの配備につきます。さあ、開始されました。トレッシュ。投石機どこ撃ってくんだろう。なんもないよ、うちの拠点には。撃つものなんて。本当に。あれでも撃ってこないね。どうなの？あ、いや、来るぞ。うわー、ここら辺崩して入ろうとしてるのかな？ここだったら壊れてもついんだよね。ただの埋め立て、暇つぶし埋め立てだから。あー、でもそうは言っても壊されるとだるいぞ。くっそー。ここぶち壊されると、抜かれるな。普通に入られちゃいますね。ここ。ただの攻防なので。結構きついですね。やっぱちょっとした砦を作るだけでね、ダメなんだね、奴らね。攻めてくるんだね。あ、攻めてくるか、投石使ってくるんだね。はい。いろんなところに各種ね、ショートカットつけてあげてんだけど、こっちつけてあげてなかったっけ？ここから来れないのかな、あいつら。こう、あー、ここは遠かったのかな。すげー回ってくるね。ここもね、階段作ってあげてんの。結構のんびり来るね。うわ。血が、走ってくると思いきや。交代したね。投石機で叩いてるから、結構あれだね。経路が変わったりしてんのかな。途中、切り替わるね、戦闘が。で、戦闘切り替わると、戦闘、追従型だから、こいつら。止まるんだよね、一回。そういうのやめてほしいね。お、やっと来たよ。一応ね、弓二人配備してるので、
こだね。弓がちょっと打ってくれるでしょう。で、ジョーンさんのね、刀がね、強いです。ロングソードより DPS は弱、ないんだ、低いんだけど、うわ、ここってきたか。壁ぶっ壊れんな、これ多分。DPS は低いんだけど、攻撃速度が速い感じになってる。刀なんでね。攻撃、低い攻撃力、本当は高い攻撃力を早く振りたかったんだけど、そんなもんね、あってもしょうがないので。うーわ、すげえ。いや、ボコボコにぶっ壊されてる。これもしかして、あるね。あー、でも二重にしてたから上だけだね、壊れたの。うーわ、すご。結構大変だね、これ。弓二人でもまあまあね、撃ってくれて、なかなか入ってこれてないですね、やつだね。さあ、来たら、ジョーンの刀の錆だよ。あ、ここ鉄のね、罠張ってるんだよね。だからやっぱり、テンポ遅くなるね、鉄の罠ってね。見てくれ、この攻撃速度。早すぎれば。これでも DPS は、ロングソードより低いんだよね。ちょっと待って。ジョーン先生、スキルがね、50だからね、強すぎなんだね。DPS50、50.51。ジョーン先生が鋼のロングソード装備すると多分 55.73 とかそんぐらいだったかな、確か。これは刀強すぎ問題が発生するか、でも、これでもね、破られるんだね。前回、破られて、7人殺されたかな。たかだか30人ぐらいの歩兵だけでね、しかも。弓ゼロだった時だったんで、やっぱ弓2は2人ぐらいいた方がいいかなっていう。こういうね、ちょっと足止めになるから弓ってとね。あ、壊れたぞ。いけ！で、立てない奴らね、今、後ろにね、配備させてます。こういう感じで。で、盾はないんだけど、鋼の鎖固めのやつはちょっと前だし。最悪、この2人もね、行くことになるけど、これはきつい。うわ、お前ら盾がある、盾あるよな、ちゃんと。盾なしだ！盾なし玉すげ出た！ダメだ、ダメだ。下がれ下がれ、玉助。うわぁ、もうなだれ込んだ。侍たちがなだれ込んで、もう止められない、俺には。これ誰が死んでもおかしくない。これはすげえ恐ろしい。ちょっとね、刀がね、強いんでね。刀っていうか、近接50が強いんでね。近接も50まで極めれば、まあ。まあ、タイムリーになるぞというところで。誰かね、一人ロングソード持たせてもいいかもね。盾がね、どうせ間に合わないので。というところで、じゃあロングソード持ちもね、スキル1は2番目に高い30とか40くらいあるんでね。そっちに持たせて次の戦いに、臨みたいと思います。さあ、戦国モッド最後の戦いになるか、来ました。サイサイリンだから強いでしょう。弓も多いよね。4、5、6、7、8、9、9か。そこそこですね。35人。まあ、35人、うん。いいんじゃないかな。投石機にボコボコにやられたんで、一応もう壁で囲うだけ囲いました。まあ、囲うことによって影響度を上げつつね、価値を上げつつね、敵の数も増やしていくっていう感じで。で、そう。あれから盾全員分ね、そう、もうね、行き渡りました。前回はね、余裕でしたね。で、盾が、まあ、それなりにね、いいのを装備していて、で、二人、ロングソードにしました。で、こいつはね、強国装敵は、近接50にして、で、鋼のロング、上質しかね、ちょっと手に入んなかったんで、まあね、上質でも、やっぱり DPS はすごい高いですよね。まあ、近接50と、ね、鋼のロングソードを加われば、まあ、この程度。ただ、これ DPS っていうか、攻撃速度を、ね、スキル読み攻撃速度を、20% 増しにしてるから、なので、通常のデータだと最高で、こっちいかないのかな、ぐらいじゃないかなと思いますね。これ最高だったら、相当、跳ねてるでしょうね。この計算式上ね。で、こっちはね、近接スキルが低いので、
あんまり DPS も出ず、攻撃力アップもできず、その2倍、2.05 倍になるんですよね。近接50。まあ、弓もそうだけど、スキル50になると、ダメージ2倍以上になるので、で、この攻撃力50近い、まあ、こっちはね、そんなに、福島さんはそこまでいかなかったけれども、まあ、39ある。この3人が、窓ね、実は2つ開けてあります。ちょっと見にくいな。で、2つ開けて、で、ここにね、3人が立って、近接で、バチバチ。で、弓は、たった2人だけども、頑張る。ただ、弓2人でもね、結構やれちゃうんだよね、近接ね。その、罠がさ。そう、で、罠があまりにもあれだったんで、鉄の罠。鉄の罠外してないんですけど、なんで鉄の罠でハマってるやつをね、こっからロングソードで撃てればいいかなっていう感じで、ロングソード射程短いんでね、0.3 メートルかな。そこまでは届かないと思うんですけど、これでね、やっていきたいと思います。それではね、全員配置に、あ、もうちょっとしたらかな。じゃあ、配置につい、攻めてきたね、配置について、ラストバトル。終わりのラストバトルね、飾りたいと思います。はい。はい、攻めてきました。攻めてきました。で、これね、やってる途中何度か起こったバグなんですけれども、なんか生産してくれないとか、みんなが飢え死んでるなと思ったら、こう、この編集の、ここがね、全部解除されてしまうっていう現象が結構起きてて、そういうバグあるよってね、その報告あったんだけど、ピックされたなと思ってたらされてない上に、これも解除されちゃってますね。また、そう、またウェジヌンでも食事はね、生でも食っていい。一応変えたりも全てにしてあります。やっぱ料理にしないとね、料理にしてるとそう、料理にならないと絶対に食べないんだ。お腹空いてる。っていうところで、そういうのがね、結構あって、生産がね、滞ったりすることがね、多々ありました。大丈夫だね。っていうところでね、さあ、このロングソード部隊。と、刀ね。鋼のファルシュン、刀。うまくいくか。おっと、早い。やっぱね、見てるとね、弓ね、二人でね、それなりに倒すんだね。敵も弓多いから、まあ、打ち合いにはなるけども、まあ、あんまり指示はね、出さないでいくかな。弓をね、打った方が本当はいいんだけどね。ダメか。あ、これやら、あ、元肌やられんな。ちょっと、お前、こっちなんだ。さすがに弓舞台やらないとね。で、ここ、そう、近接結構だから入ってこないんだよね。この罠起きすぎたわ。罠起きすぎたせいで近接がね、結構入ってこない。お、いいね、グランジドメース。こんなんでぶん殴ったら3発ぐらいじゃない?ね、鉄格子の扉なんで。さあ、ここの安全圏、弓安全圏に入ったぞ。あ、やべえ、元春死ぬわ。武田元春。撤退します。バカ、何撃たれてんだ。あっぶんねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。オッケー、オッケー。ここで養生してもらいましょう。いや、こいつ、勝ち気。だから、たまにね、ね、攻撃解除してもね、攻めていくことあるんだよね。すげえ勝ち気なんだよね。おお、ここも乱戦起きてるか。おお、ロングソード。うわ、ついによ。刀当たってないね。刀も多分ね、あ、グランジダメージだから、遠距離か。こういう感じで、やらないとね、じゃ攻撃、遠くだとね、遠いとやらないんだよね。こっちにどうすりゃ、撃てねえかな。よしよしよし。お、鋼の、うわぁ、投擲出た。あ、壊されてるね。うわ、扉壊されるの早い。え、この人数、嘘だろ。嘘じゃねえ。行くぞ。盾の強さを思い知らせやれ。あ、やべ、みんな、刀っちゃってて攻撃できてない。もう出るしかない。撃って出よう。お前たち、撃って出るんだ。ちょっとあれだね。重なってる。わかった。引くか。引くことならできるだろう。
あ、扉壊れてないんだ。なんだ。もうね、そろそろこらえだから。ただこの、ロングソード二人がさ、実は一番鎧しょぼいっていう、ミステイクをしてるんだよね。あ、刀が当たってない。全然当たんない。ミスりまくってる。あー、ぶっ壊された。今度こそ本当にぶっ壊されたぞ。お前ら分かってるだろうな。自由に行かせないと、混戦しちゃうか。お前は、もう出ろ。出れないね。詰まってると出れないんだ。じゃあこれ、引くしかない。引いて、バカお前、ピンチかを、やられちまう。で、あいつ攻めてきたところを、ここを袋叩きだね。もう弓はね、あ、銅山もやられてる。死んでもいい。急死に行くんだ。さあ、お前逃げようとしてんだろ。あ、回り込もうとしてる。すげえ、あ、なんかね、回り込まないともう攻撃できないんだ。乱戦、とんでもない乱戦になってる。刀というか盾強いか。あー、でも総敵先生やっぱりダメだった。ここでロングソードとはいえ、ね、攻撃力だけだから高いのは。あー、恐ろしいことになっている。ただ、盾使いたち結構タフだね。あ、やっぱ、あー、ジョーン先生、やっぱりね、刀持ってるとはいえ、盾持ってないから。はぁ。これは、盾使いたち結構、あー、でも、やられてね、やっぱ国近。うわー、倒れてし。ね。三成も？三成も減ってない。やっぱ盾。まあ、盾をね、一パーずつは強化してあります。一パーずつに。で、敵のね、近接の命中率も上がっております。とはいえ、やっぱり盾持ちは強い。盾持ってないやつはほぼ倒れてるね。もう、うわぁ、ボコボコにしている。近接でも、やっぱこういうとこだと当たるんだよね。攻撃ね。はぁ、あ。というところでちょっと。いやぁ、なんとかなったね。銅山死にそうだから、銅山を一番元気なお前が。まだね、バグ残ってたりとか、するし、モッドのね、環境もそんなに良くなくてね、魔法を使うモッドとかあったらすごいんだけど、そういうのもね、出てきてなくて、さすがに魔法を使うモッド、弓を改良して、ぐらいしかできないから、俺だったら、もっとね、グラフィックとか、リムワールドと違ってね、3D だから、グラフィックもね、大変なんだろうね、その当たり判定とかやるのも。そんな感じですげえ、ね、大規模なモッドがちょっとね、しばらく、すごいモッターさんたち来るまで出ないかもしれないけれども、まあ簡単なね、この程度のモッドだったら、で、ちょっとね、その日本語のファイルとかもいじれれば、この鋼のファルシンを刀ってすることも、まあできるかもしれないからね。そんな感じで、ちょっとね、そんな長くはないけど、まあ、それのね、期間にわたって、近接改良を弓強くしたりとかね。刀を作ってみたりとか、いろいろやってきますけど、いや、楽しいですね。やっぱりその、基本的にはね、そのままゲームやる派。で、まあ、スカイリムとかだったらね、もっと何百個入れたかわからないくらい入れてやってましたけども、やっぱりね、PC ゲーム、最も醍醐味なんで、まあ、アーリーアクセスでね、まだまだいろいろ追加されるとはいえ、いろんなモッドがね、開発されて、盛り上がっていくと、いいなと思っています。で、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。みんな死ぬんじゃないぞ。